七トイツとは、マージャンにおける役の一つ。または、その数両型を指す、マージャン用語。その名の通り、トイツを七組揃えることで成立する。二十五分に半、門前役。通称は、チートイ、ニコニコなど。英語では、セブンペアーズと呼ばれる。緑一色と共に、アメリカ人によって考案された役の一つである。中国マージャンの七体にあたる。通常、 マージャンの数両型は4面対1弱頭によって構成されるが例外となるのが国士無双とこの七統一である。天敗型が必ず短期待ちになり、かつ門前役であるために反役の中では比較的作りづらい。しかし、マチコ頃の灰で天敗すれば立地化をかけることも多く、裏ドラが乗るときは一気に2枚乗るため、爆発的な得点力がある。また、 竹の仕掛けや実直に対し危険配を抑えながら7、トイツに受けて、数量に向かうケースもあり、講師もに柔軟な役でもあることから、プロの中には、土田孝昌や金子正樹のように7、トイツを好む者も,も少なくない。一方、新津義や飯田正人、伊藤優子などは、数量型があまり綺麗ではないとして嫌っており、好き嫌いが、はっきり分かれる役でもある。単野を、 根一色、真一色、根老等などと複合する。ただし、223,344といった連続した三統一が含まれる場合でも、一平行とは複合しない。また、二平行は、数両型が七統一と、同様統一七つのパイ素型になることが多いが、後天法により必ずに平行を優先する。また、点数計算においては負の概念が適用できないため、 形式的に25フとする場合が多い。同じパイ4枚を用いて、ドイツ2組とみなすことはできないとするのが一般的である。しかし、関西式のルールでは7ドイツの4枚使いを認めている場合が多く、フリーなどで打つ場合は事前に確認しておくのが望ましい。また、中国マージャンでは4枚使いがあることで4、キーツという別の役が複合するルールになっている。 4枚使いを認める場合は7統一型の緑、一式や清志等も可能となる。麻雀博物館発起人の一人でもある麻雀研究家の浅見亮によれば、明治時代末期にアメリカ人の間で麻雀が流行する中で市民権を得、同時期に日本にも伝わったという。これは大正14年に田辺武三郎が書いた麻雀の遊び方で、 半ガ岩の役として紹介されていることからも、裏付けられる。日本に入ってきた当初は二半もしくは、半ガ岩とされていたが、やがて百不ー半として計算されるようになった。その後、一半縛りのルールが普及するとともに五十不一半となり、現在では二十五不二半として扱われている。ルールによっては五十不一半のままになっていることがあり。 その場合は7と1つのみの手を2半縛りのつぼねで上がることができず、役の複合により万願以上となった場合の点数計算にも差が出る。しかし、関東式ルールの広がりや、オンラインマージャンの流星によって、現在では、ほぼ完全に25分に半で統一されつつある。7と1つのみのケース多の役が複合しているケース、一般的には7と1とは認められない。 ケース工程法により7トイツには取らないパイ姿7、イツの一校長で、大体はワの二校長でもあるパイ姿2010年、現在の一般的な日本のマージャンルールにおいて7、イツ形式の数両型で定義される役は7トイツ、だけであることから、役としての7トイツと、数両型としての7トイツはほぼ一緒であることが、多いが、例外もある。自は7種類あるためあざ、 一式用七統一の形で上がることが可能であるが、これは役満であるため役としての七統一はルールで消滅する。ローカル役満では大車輪が七統一ともに平行とも取れるパイ姿であるが、ごく稀に七統一形式として定義されていることがある。また実式の七統一を7世ナナナという名称で、ダブル役満としているローカルルールもある。いずれの場合も七統一は役というより、 数両型の意味合いが強い。ありがとうございます。